さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日は夏休みです。まあ珍しく完全なオフ日にしました。1日ぐらいはね、もう家でも仕事もしないで、今日1日はちょっと仕事関係は一旦全部忘れてのんびりします。で、どこに来てるかというと堀切菖蒲園という駅です。ちょっと僕が普段来ないエリアすぎて道に若干迷ってるっていう感じで、これから河川敷の方まで行きます。まあ、ちょっとバーベキューではないですけど、ちょっと河川敷で軽く飲むみたいな感じで、まあバーベキューみたいな感じですね。ちょっとのんびりしたいと思います。この堀切菖蒲園から歩いて荒川ですかね、河川敷まで向かいます。さあ、河川敷のエリアに来ました。いいね、これ結構羨ましくて、ちょっと東京都心部に住んでると、都心部からちょっと西側に住んでるんで、なかなかこの環境がないんですよね。こっち側、もう東側ならではのこの河川敷自由空間みたいな、いいですよね。なんか学生の頃とかこういう場所があったらな、楽しかっただろうなという感じです。いいね。さあ、場所に向かっていますが、こっちで合ってるんでしょうか。そろそろ集合場所に近づいてます。お、祭り感出てますけど、あれはうちの団体じゃないですかね。すごい DJ がいる。こんにちは。あ、お久しぶりです。というわけでお疲れ様です。バナドです。今日は渋谷ロフトに来ております。渋谷を散歩してます。散歩というか、まあいろんなとこ回ろうと思ってます。さあ、この日はセリノリカさんの個展、まあ、ちょっとポップアップっぽい感じの個展ですね、渋谷ロフトで開催されていたので見てきました。他の作家さんとのコラボ、カスタムペイント、ハツトリンさんとかね、僕も知ってる作家さんとのコラボとか、まあ、その他、このオリジナルのソフビですね、この爽やかなこの夏っぽいソフビ、めちゃめちゃそそられました。青と白とかね、ちょっとクリームソーダ調の色みたいなものもあったりして、で、壁にはイラストもね、展示されていて、絵もすごいね、可愛かったですね。で、僕はやっぱりこのアガールっていうこの真ん中にいる女の子ね、このソフビのデザインがかなり好きなので、これも嬉しかったですね。でもソフビもね、このちっちゃい可愛らしいのもあったりしてね、もう思わず手に取ってしまいました。これも可愛いですね。で、このコーナーにはね、金髪のこの女の子アガールが、これ多分ラス1だったんですかね、もうめちゃめちゃ可愛くて、いつかは手に入れたいソフビの一つです。
すごい、なんかこんなものがめっちゃかわいい。茶箱、タバコの自販機っぽいけどお茶みたいですね。めっちゃかわいい。これはこれ、ここから取っていいやつですよね。見た目完全にタバコの箱ですけど、お茶っぱってことですよね。すごい、これはかわいい。でも持ってたらタバコだと思われそう。ここデザインで好きなの買っちゃいそうですね。ジャケ買いしたくなる。わあ、いいな。どれも柄が凝ってますね。なんか見覚えのあるタバコのデザインとかありますね。すごい、これはめっちゃいいアプローチだと思います。で、まあ、今日お盆連休初日なんで結構まだ空いてますね、街は。で、明日明後日が台風の影響でかなり天気がやばいっぽいんで、そこでどうなるかですね。なので火曜水曜とかの方が街がすごい賑わってるかもしれないですね。結構最悪なタイミングでの台風、しかもすごいゆっくり台風ね進んでるんで、結構なんかじれったい感じの台風でした。さあ、パルコに着きました。ここから全てが始まった場所であり、ちょっと庭みたいな感じなんですけど、ちょっと行ってきます。まさかのミッフィーのポップアップやってる。そんなミラクルある。ここのフロア、ソフビとアートソフビとポップアートと、ベアブリックでミッフィーっていう、すごいことになってるな。今ちょっと興味本位でポケセン行ったんですけど、ちょっと滞在すら無理なレベルで人がすごかったです。6階はちょっともう移動の流れに持っていくしかないぐらい、滞在不可なぐらい混んでましたね。すごい。いやー、ちょっとね、8月散財不可避なことがやはりポツポツ起きてしまって、出かけなきゃいいんですよね。出かけなければ散財しないっていう、分かってるんですけど、まあでもちょっと6月7月って本当にやばかったんで、ちょっと出費が散財しすぎちゃったんで、とりあえず8月まだ落ち着いてる方かな。はい、イエーイ、Thank you。 はい、そんな感じで海外の方が渋谷なんで結構何でもありな感じですよね。いやー、そう、散財8月ちょっとね抑えで、でちょっと今筋トレと、節制ですね。お米とお米パン麺、まあ、いわゆるその炭水化物って呼ばれるもの、今完全に、カットしてて、まあ、糖分も1日の制限量があるっていう風に設定をして、ダイエットしてて、いやー、お米食べたい。本当に8月はちょっと仕事が結構落ち着くので、どうしても仕事忙しいとちょっとストレスの反動で散財とか、いっぱい食べたりしちゃうんですけど、仕事が今落ち着いてるこの8月、夏休み中に、こういう時しかできないんで、ちょっと頑張ります。8月は戦いですね。はい。